緒なの、息が合うでしょ、はい、こんにちは。あら映すな映すな少々お待ちください。少々お待ちください。でも大変、ちっちゃい本屋さん本当に大変なことなんだなっていうことがその役の中で分かってきたりとか。はい、いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。モデルさんの笑顔だな、ね、素晴らしい。ちょっとツイッターかなんかにやってますけど、なんか悪いことしたのかなぐらいの ありがとうございます。伊藤ずり始まるよ。やった、今日は本をブルーの上サンジャルディの日だ。地域応援いいとこ取り。なんか一回見てみて。すごい、これえこれってリアルであるんだっけ。いや、見てみて。すごい、これ、ね、ちょっとこれはぜひドラマで見ていただきたいんですけど、今日は、サンジュルネの日といって本の日になります。その日に本を送るという YouTube でやっていたのを一本化にした、はい、上映します。その本を送るの主演をしていただきました長池夏子さんです。こんにちは。こんにちは、初めまして。ウェルカムトゥーナス初ナスですよ、はい、念願のナスで、はい、本当に素敵な場所での上映会で幸せですね。やっぱね、本シリーズといえば、まあ、もう一人だね、はい、おなじみのこちらとこちらです。あ、どうもどうも、どうも、はい、じゃあ後からね、またゆっくり終わっちゃいましたか。はい、終わっちゃいました。今日はありがとうございます。また始めます、はい、させていただきます。で、映画の上映終わりましたら出演者が前に出てきまして、トークのイベントになりますので、では映画本を送るをお楽しみ。昔昔あるところに人々がドラゴンに襲われている国がありました。その国ではなんとかドラゴンのご機嫌を取ろうとお姫様を差し出すことにしたのです。お姫様は毎日泣いていました。どうでした、楽しかった。失礼しょ。失礼しょ。トークショー出るんですか。いいの。もちろんもちろんもちろん。さすが。はい、じゃあ。だから。あと行きますよ。こっからだよね。ここですみたいですね。だから俺選手を長いけ。端っこが。はい。じゃあ、よろしくお願いします。あ、お願いします。お願いします。お疲れ様です。あ、そうですか。はい、どうぞ。東京都書店商業組合っていう本屋さんのグループというか組合がありまして、近いよね。そう、私は本好きが高じてこう、うん、素敵な作品に呼んでいただいたんですけど、2年前、まあ、およそね、そうですよね。2年、あ、もうちょっと前、もっと前に撮影してるんですよ。21年の12月。そうでしたっけ。そう、年またいでましたっけ。またいだ、またいでました。またいで撮りましたね、12月の終わりぐらいから。すごい、ちっちゃい本屋さん本当に大変なことなんだなっていうことがその役の中で分かってきたりとか。最近するの。あの時しないって言ってたの。これ逆に YouTube っていうことの難しさで、10分かけるこれ9話で全部見せてるんですけど、これなかなかあの全部を見るってことは、まあ一観客、あの YouTube の観客さん、観客っていうかな、まあ見る人にとってはなかなか難しくて、これ不思議なことに1話と2話と9話と8話は非常に高いんですよ、数字が。間が減るってことはどういうことだろう。なんで、まあ、そういう、まんまとやられました。チックタックはって思ってたら現場で監督がチックタックはな。すいません、その説は。もう似合いで。すいません、挟まれちゃった。あの兄があのまた旅に出てまして、またあの皆さんにご迷惑をおかけするかと思いますが。谷さんどうぞ。あの
那須町に60坪の本屋、那須ブックセンターという書店をの店主をやっておりました。でも今日サンジョルディの日なんで、ぜひこのミルルで一冊本を借りていただいて。楽しみです。ありがとうございます。質問ありがとうございます。ありがとうございます。またいつでも那須に帰ってきてくださいね。はい、もらっちゃいました。めっちゃ良かった。ね、なんかやっぱ YouTube でも見てたんですけど。そう、あの大画面で途切れなくって全部連続で見れたのはすごい良かったなと思って、わーってね。ありがとうございます。楽しかったです。本屋さんやりたくなりました。そうだよね、ワクワクした。ありがとうございます。いつもありがとうございます、はい。ね、この本当にミルルに来ていただいて、こういう上映会いかがでしたか？率直な感想。ここずっといたいです。ミルルもう最高でした。サンジョルディの日に初めてここに来させていただいて、もう本当に素敵で、もうこうやってね、皆さんにと本当に直樹さんにお帰りって言ってもらったのがもう何より嬉しくって、はい、もう時間がお帰りになるんですよ。だから本当にあったかいところだなって、もう第二のふるさとだと勝手に思って、また来させていただきたいなと思いました。ありがとうございます。なんか泣きそうです。嬉しいね。そう言ってくれたら。かわいい。すごい。ちかさんほどまだ味わえてないんで。もうまだまだ見尽くせない魅力があって。今日火曜日だったんですけど、定休日だったパン屋さん行きたいとか。もう皆さんぜひ。おしゃれな蔵を利用してカフェとか気になるお店がたくさんあったりとか、また来させてください。よろしくお願いします。じゃあ今日もね、本を送る、ミルルでの上映会、本当にありがとうございました。じゃあ YouTube でもやりますので、ぜひ見てください。ありがとうございます。せーの、なあ、何でもいいです。